EMI マリアは日本の女性シンガーソングライター。既婚。夫はラッパーの C だ。1987年6月9日、パプアニューギニアで生まれる。父はパプアニューギニア人、母は日本人。姉、兄、弟がいる。5歳までパプアニューギニアで過ごし、その後、神戸市に移住。6歳年の離れた姉の影響で R&B を聴く。 ジャネット・ジャクソン、マイケル・ジャクソン、ケイチ・ジョジョから聴き始め、小学生の時はスピード、アムロ・ナミエ、中学生の時はデスティニーズ・チャイルドなどを聴いていた。中学生から歌詞を書き始め、高校生になる頃には作詞作曲に加え、機材を購入して楽曲制作に没頭する。MTV のオーディション、スターツアーの二次審査で東京に行った時、 そこに集まった人が自分で作曲をしているのを目の当たりにし、自身も作曲に興味を持った。オーディションでは、歌手志望の友人と一緒にテープレコーダーでマーヤの曲を流し、その上に自分の歌の乗せたテープを送った。二次審査で落選してからプロを目指すようになる。2005年、18歳で DJ ナズオレイザやバクロジェックと出会い、関西でのライブ活動を開始した。 神戸のクラブのライブで、ウルフパックのフィーチャリングで参加した時にバッハロジック、AKBL に声をかけられ、シーダの曲のバックコーラスを依頼される。その場で快楽、花と雨という楽曲のフィーチャリングアーティストとして参加した。その他、半夜の楽曲に、ボーカルとして参加する機会を得た。2007年に、自主レーベル FMMP より、ミニアルバム、 ビトゥィーンザ・ミュージックを発表する。2008年に発売したデビューシングル、アイガッタ、サマー・キス・マイナスが iTunes シングルオブ・ザ・ウィークに選ばれる。2008年11月に発売したデビューフルアルバム、A of My Own ・バラード・オブ・マイ・オンが2008年 R&B ソウルアルバムチャート総合1位を獲得し、3ヶ月にわたりトップ3に入り続けた。2008年11月、 アメリカの R&B グループケーチジョジョの日本公演ライブのフロントアクトを務める。2009年10月7日、ビクターエンタテインメントより配信限定シングルワンウェイラブでメジャーデビューを果たす。着歌週間チャート4位、着歌フル週間チャート14位、iTunes 総合週間チャート9位など様々なチャートで好成績を残す。2010年2月17日、 メジャー初のシングル版、証明はラブを発売。同年3月3日にメジャー1枚目のアルバム、コントラストを発売。2012年4月7日、ラッパーのシーダが自身のブログにて彼女との結婚と妊娠を発表。同年8月30日に男児を出産した。聖域は7オクターブと言われる。歌唱は自分らしさを大切にし、感情の入った歌い方を心がけている。 楽曲はリズムやビートから先に決めて後からメロディーを乗せるという方角には珍しい楽曲制作をしている。同じ手順で制作すると同じような曲ができるため違う順番で制作することもある。トラック作りは自分にしか浮かばないメロディや音を大事にしたいと語る。歌詞は自分が感じたことをそのまま書くことを心がけている。ありがとうございます。